澤田会長、本当にすみませんでした。北京号でしたけど、皆さんにちょっと挨拶をさせていただきますけども、すみません。私たちが、3ヶ月1回にですね、この関東地域に、駐在している台湾企業の、こういう懇親パーティーを開くのが、定例に行っています。大勢ではないけども、でも、大体、60名から70名ぐらいの、私たちが、これは、いいアイデアではないかなと思って、せっかく、東京にも、そういう、台湾企業が定期的なこういう、懇親会があってですね、こういうチャンスを利用して、例えば連合会の皆さんから、連合会の考え方とか、これから台湾の企業の皆さんとどういう形でお互いに協力し合いますか。今日はですね、アジア連合会のご案内と、あと澤田次長、HS の代表でございます、皆さんにご紹介したいと思います。アジア経済連合会はですね、設立が2008年の9月です。ちょうどリーマンショックの直前に設立をしまして、今年で丸5年6年目を迎えました。現在の会員数はですね、571名、この中には、日本人だけではなくて、韓国の方、中国の方、そして今日、一名ご紹介しますが、台湾のご出身の方もメンバーでいます。で、私どもの会員はですね、現在8カ国、会員はですね、今実際12カ国にアジアので展開をされております。で、私もですね、支局という、会員の方々にですね、いわゆるオフィス、ランチオフィスを作っていただいているんですが、そこは今8カ国11の都市に展開をしております。実際の会員の方々は12カ国14のですね、都市の場所もちょっとお願いします。アジア経営者連合会理事長をさせていただいています、澤田です。よろしくお願いします。日本語を理解されない方は皆さんありがとうございます。じゃあ日本語で、台湾語でやろうと思います。冗談です。少し時間いただきましたので、簡単に経営のことと僕のプロフィールとアジア経営者連合会のことをお話をさせていただきたいと思います。僕の会社、ご存知の方もいますけど、まず30年前に HIS という旅行会社を始めさせていただいて、今 HIS はもう海外も合わせて今400店舗以上あります。もう今アジアの方が伸びているというのが今現状です。アジアの HIS の方が今伸びていると、今全部で8000人ぐらいいますけども、タイには300、400人ぐらいいてですね、今どんどん、アジアが発展しているなという感じを受けています。ということで HIS という旅行会社を、もちろん台湾には多分一番お客さんを送っている会社だと思います。これからですね、アジアの時代が来るだろうということで、じゃあアジア経営者連合会、やっぱアジアの方がやっぱりもっと助け合って、特に経営者がみんなで助け合ったらですね、多分ですね、僕はアジアはですね、世界最大の経済圏になると思います。そのためにはですね、大企業は当たり前ですけども、やっぱり中小企業がもっとですね、こう情報を交換し合って助け合って、やっていけばですね、この可能性はもうすごい可能性があるんじゃないかということで、数年前にこのアジア経営者連合会をみんなで作りまして、まずはちっちゃくいこうということで、ちっちゃく作りまして、でそして、今アジアにどんどん支部を作ってですね、やっぱりいろんな企業さんがその海外アジアの会社に出ていって、やっぱり失敗されてる方もいっぱいいてるんですね。うまくいかないとか、やっぱり情報不足だったり、コミュニケーション不足だったり、経営力が不足だったり、そういうのをうまくみんなでコミュニケーションを取るとか、その国にはその国の法律とかルールがありますから、それをもうよく知ってる方にご指導をいただいてですね、やっぱりこう進出した限りは成功する、もしくはビジネスやった限りはみんなで成功していく、そして、やっぱり、やっぱアジアの国が、僕はこれから5年後10年後にはですね、多分アジアの時代が来ると思います。多分欧米を抜いていくアジア経済圏になってですね、
これアジアからたくさんの会社がどんどん発展していくと思いますので、まあ、その少しお手伝いができればいいかなと思って、騙されたとかうまくいかなかったとか、コミュニケーションが悪かったとか、そこのルールがわからないとか、まあ、そういうのをですね、できる限りアジア経営者連合会で助け合ってですね、ぜひあのアジアのたくさんの会社が成功していく、そしていい意味のコミュニケーションをとって、まあ、アジアが一枚岩になってですね、本当にアジア経済圏、世界に冠たるアジア経済圏がですね、多分5年、10年、20年後には多分できると思いますから、まあ、そのお手伝いをですね、アジア経営者連合会でやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひあの皆さんもですね、